のさ、バルーンでもっと天使らしくなったということで、はい、はい、それでは次の曲聴いてください。はい、次の曲は最後になるんですね。はい、はい、最後の曲なんですけど、私たちで盛り上がっていきましょう。はい、はい、はい、それでは最後の曲聴いてください。美作の国建国戦300年を盛り上げていく曲になっています。聴いてください。ジャンプ邪魔せないか。野村さん、ありがとうございました。
ステージの前にお集まりの皆さん、大変お待たせいたしました。はい、それではここで桜部の皆様にも一緒に歌っていただきましょうか。ぜひぜひ。はい、では桜部の皆さん、そして野村さんもいらっしゃいますかね。はい、ではせっかくですので野村さんにもご登壇いただきましょう。桜部の皆さん、こちらに、こっち側にどうぞ。自由ですよ、動いてもらって楽しくね、弾んで歌いましょう。よろしくお願いします。ちょっと待って、ピッ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 ピ
ゆるキャラのみんなも羨ましそうに風船見てるね。みんなも飛ばしたかったね。今日はお子様も皆さんに譲ってあげましょう。もう向こうったら何もできんか、うん、もうどうなんだろう風船しかない。ない人、ない人ありますか。おーい、飛ばすなよ。はい、これが強いのでしっかり風船の紐を握っててくださいね。ちょっと肩が浮いてますね。みんな大丈夫かな。しっかり握っててくださいね。OK ですか。はい、それでは準備が整ったようです。みんな、いいかな。まずね、練習からしたいと思うので、しっかりお姉さんの言うこと聞いてくださいね。あと3分。私の三股からの国ね。あと3分。意外とあるな。未来への夢を乗せて、3、2、1、5というので、それに合わせて風船を飛ばしてください。わかるかな、みんな3、2、1、5で飛ばすんだよ。大丈夫？大丈夫な人返事してください。はーい、みんな元気ね。大丈夫そうだね。長野さんも OK。 OK。 もう一発風船を飛ばすなよ。はい、それでは準備ができたから、はーい、じゃあさっきの合図覚えてるかな。それでは本番に参ります。美ヶ坂の国建国1300年将来の夢を乗せて3、2、1、ゴになりましたらお集まりください。本日は誠にありがとうございました。